にゃ、お祝い、お祝いしてくれるの？やったー、パーリー。ほどほどにな。ああ、悪い悪い。学校来るときにコンビニ寄っててさ。バーカ、そうやっておごらせるつもりだろう。それよりさっさと行かないと売り切れちまうぜ。これからは毎日コンビニでいい気がするな。そしたら無駄な体力使わなくていいしさ。ここはあれじゃなくて湯浅先輩、なんなんすかいきなり。先輩なんて普段呼ばないくせに。いつも通りココアでいいよ。いやそれやると周りからの視線が痛いんで。それよりどうしたんだよ、何が大変なんだ。あ、そうそう、地球のピンチなんだった。地球のピンチとはまた穏やかじゃないな。もしや隕石でも降ってくるのか。隕石よりもっと危機的な状況かな。だってあと12時間で世界が滅亡しちゃうしね。12時間だって。おいおい、マジで何が起きるんだ。だんだん怖くなってきたんだが。安心して、それまでにダンジョンを突破してラスボスを倒しちゃえばいいんだよ。は？ああ、なんだゲームの話かよ。いきなりだからびっくりしたじゃないか。ごめんごめん、トビオッチどんな反応するかなって。ちぇ、それで俺の反応の点数は？そうだね、びっくりして椅子から転げ落ちてたら50点。そこまでやって50点かよ。って、それはさておき、ゲームがどうしたんだ。それってこの前攻略のコツを教えてやったやつのことだよな。そうなのそうなの。それで達也と和也がよくわかんないから飛びを連れてこーいって。よくわかんないってのも言い訳だろ。ま、今日は何の予定もないしな、遊びに行くよ。トビオッチありがとう。それじゃあ放課後校門前で待ち合わせだよ。ああ、もし遅れたり都合が悪くなったりしたらすぐ連絡すること。ココアさんは厳しいんだよ。わかってるって。それじゃ放課後な。それじゃね。ふふん、羨ましいなら羨ましいと言えって。バカ言ってんじゃねえよ。それより飯食おうぜ。リア充は付き合ってやる。たったいまー、トビオッチ連れてきたよ。お邪魔します。
なんだ、そこで詰まってたのか。よしよし、それはだな。いいぜ、でも手加減してやらないからな。残念だったな。だいぶいい感じになってきたけど、まだまだ甘いぞ。獅子はネズミを狩るにも全力なんだよ。それとも手加減してほしいのか。いいぞいいぞ。それより達也、お前もそろそろクリアできるだろ。盛り上がってるね。はい、おやつだよ。みんな少し休憩したら。もう困った悪ガキどもなんだから、飛び落ちは気にせず休憩してていいからね。もうありがとな。ここはこっちのセリフだよ。それとね、ちょっとだけ留守番しててくれるかにゃ。ココア、晩ご飯の買い物に行ってきたいんだ。おう、いいぜ、行ってこい行ってこい。悪ガキどもの相手は俺がしといてやるよ。やっほー、飛び落ち頼りになる。お礼に腕に撚りをかけて晩ご飯作っちゃうよ。え、いいっていいって、そんなのそこまで長居するつもりはないからさ。いいからいいから、食べてって。どうせお父さんの分も込みで多めに作っちゃうし。飛び落ちと遊んでていいよ。今日はお米とか重いものは買ってこないし。そんなのお姉ちゃんが買ってってあげるってば。へえ、達也もそういうことを気にしちゃうんだ。二人で行ってこいよ。俺と和也で留守番してるからさ。もう和也ってば、飛び落ちに迷惑かけたらダメだからね。計画？おいおい、何企んでるんだ。なあ、カズヤ、お前たちは何を企んでるんだ。あんまり姉ちゃんを困らせるんじゃないぞ。だったら…あ、そうか、誕生日か。まあな。やばいやばい、ついうっかりしてたぜ。助かったよ、カズヤ。ってことは、達也がついてったのは時間稼ぎか。子供だと思ってたけど、いろいろ考えてるんだな。それじゃ、お前たちの計画を聞かせてもらおうか。どうやってお祝いするつもりなんだ。なるほどな。でもどうだろう、それはやめた方がいいんじゃないか。
よし、わかった。手伝うぞ。ヨッチがせっかく誘ってくれたのに、達也たちが一緒でごめんね。なーに、そんなの気にすんなよ。留守番させとくより連れてきた方が安心だろ。もう調子いいんだから。せっかく飛び落ちとのデートだったのに。変だよ、そんなことするわけないよな。ここはほら、それ以上調子に乗ったら怒るよ。姉ちゃんの言う通りだぞ。それぐらいにしとかないと昼飯の回転寿司なしだ。そりゃそうさ、俺はココアの味方だしな。寿司を食いたいならおとなしくしとけって。トビオッチってば。とにかくおとなしくしてること、いいね。あ、そういえばさ、お父さんは大丈夫なのか。昨日から出張で大阪行っててね。戻ってくるのは明日になっちゃうんだって。そっか、そいつは残念だな。可愛い娘の誕生日一緒に祝いたかっただろうに。でもね、お土産で大阪の美味しい肉まんとでっかいケーキ買ってきてくれるって。だから今日のパーティーは1時間にして、明日の夜は2時間にするつもりみたい。そいつはいいじゃないか。明日は家族水入らずってわけだ。それは後で考えるとして、一次会を楽しんでもらおうかな、二人とも。しかし博物館とはまた渋いチョイスだな。楽しんでる？ココアは楽しいんだけど。チャリだって、そりゃ無茶な相談だ。つーか、だから別の場所にしろって言ったのに。お前たちはにわかもいいところだ。ティラノだの、トリケラだの、しまいにはプテラノドンときた。ベロを選ぶならケツァルコアトルスだろ。俺の一押しはこれ、ステゴザウルスだ。トビオッチってアマノジャク？違う。いいか、ステゴザウルスの和名を知ってるか。剣竜類だぞ。もうこれだけでかっこいいだろう。
マジで？マジでそんなこと言っちゃう？ココア、お前は分かってくれるよな？ココアは嫌いじゃないよ。この子ってなんか可愛い形してるし。可愛いか。そっか。言われてみればそうかも。でしょ？背中のひらひらが可愛いよね。また服を買うのか？おお、ちょっと見ていっていいかな？さっきの服とは違うの。そろそろお出かけ用の服が欲しいでしょ。今日はお姉ちゃんの誕生日でしょ。だったら言うこと聞いてくれてもいいんじゃないかな。よし、こうなったらパパッと決めちまおう。ほら、お姉ちゃんがいいの見繕ってくれるって。センス壊滅的だぞ。ココアみたいにおしゃれのセンスなんてないしな。なんせ俺はステゴザウルスにかっこよさを感じるような男だしな。ココアはステゴザウルス好きだよ。それにね、トビオッチの好みも知りたいし。そう言われちゃ仕方ないな。よし、俺の壊滅的センスを披露してやれ。気にすんなって言ってるだろ。なんせココアの誕生日なんだからな。でもでも、達也たちの分も払ってくれたし、トビオッチだってお金ないでしょ。確かに金はない。でもこんな時に使わなくて、いつ使うってな。それにさ、夜間専用パスだから結構安いんだ。だから本当に気にしなくていいぞ。うん、ありがとう、トビオッチ。でもでも、このお礼は後でちゃんとするからね。おう、期待させてもらうぜ。だったら二次会に使うといい。姉ちゃんもきっと喜ぶぜ。それに頭を悩ませて作戦を考えたのはお前たちだ。俺は何もしてないから、このぐらいさせろよ。にょにょ、作戦？ああ、お手頃なナイトパスで思い切り楽しんじゃおうっていう作戦さ。なったぜや。仕方ないな。ねえ、僕
もちろんだと思う。で、どこに行くつもりなんだ、お前ら。ゴーストキャッスルっていうだけあって、結構雰囲気あるね。それにすごくリアルだし。いくら作り物と分かっていてもさ。そりゃゲームだと対抗する手段があるからな。でも映画とかだと俺の意思じゃ動けないし。それに銃とか効かない系がやばいんだ。じわじわ心理的に追い詰めてくるようなやつ。そうは言ってもな、お前たちだって寝てる時にいきなり足を。もう飛び落ちってば。そんなに怖がらせたらトイレに行けなくなっちゃうでしょ。どう見ても怖がってるぞお前ら。場所に着くけど、行けるのか。分かってるよ。それより本当にやるのか。やっぱりやめた方がいいと思うぞ。姉ちゃんが悲しむに決まってるからだ。やれやれ、仕方ないな。わかった、行ってこい。なあ、ここは知ってるか。このゴーストキャッスルには噂があるらしいぞ。え、噂？何それ、気になる。城の地下に悪霊が潜む迷宮が広がってて、人間たちを誘い込んでは閉じ込めてしまうんだってさ。お前は信じてないのか。そういえば達也と和也はどうした？え？落ち着けよ、ここはきっと外の迷子センターで確保されてるって。どうしてそんなこと言えるの。悪い人に連れて行かれちゃったかもしれないじゃん。そうじゃなかったとしてもどこかで転んで怪我してるかもしれないし。やっぱりこうなったか。仕方ない、なんとか外に誘導するしかないな。とにかくだ、一旦外に出よう。ごめん、ココア。いいから一緒に来てくれ。やだ、離してよ。達也たちを探さないと。
くれココア、これには事情が。タツヤ、カズヤ、だっていきなりいなくなって悪い人に連れてかれてないか、怪我とかしてないか心配で、心配で。よかった、無事でよかったよ。ごめんなココア、こいつらの計画にはいろいろと思うところがあったんだが、最終的に段取りしたのは俺なんだ。こいつらはココアを喜ばせたかっただけなんだ。だからさ、いい加減許してやってくれないか。もう嫌いになるはずないでしょ。それにお姉ちゃんもう怒ってないよ。だってお姉ちゃんのためにしてくれたんだもん。だから嬉しいの。泣いちゃうぐらい嬉しいよ。でもトビオッチは許さないよ。後でいっぱいお仕置きするから覚悟しとくように。はいはい、好きなだけお仕置きしてくれ。それだけのものは見せてもらったしな。にゃ、ココアなんか見せてあげたっけ。仲良し兄弟が抱き合うところをさ。もう、もう、トビオッチってば、全然反省してないんだから。ごめんね、トビオッチ、こんなに夜遅くまで付き合わせちゃって。いろんなことがあって疲れちゃったね。そこはタツヤたちを見習ってすぐ忘れてほしいな。二人ともケロッとして笑ってたでしょ。ありがとね、トビオッチ、お疲れ様でした。帰れると思ってるのかな。まだスペシャルなお仕置きが終わってないでしょ。そんなの全然スペシャルじゃないよ。ねえねえ、ココアのスペシャル知りたい？だったらココアの部屋に、話じゃないよ。